関西大、大阪府吹田市は18日。経済波及効果の分析で知られる、宮本勝浩名誉教授、76、が、エンゼルスの大谷翔平選手が、ア・リーグ MVP を獲得した場合の経済効果は、約251億9247万円になると試算したと発表した。獲得決定から1年間の数字となる。宮本名誉教授は、これらの金額は一人のスポーツ選手がもたらす、経済効果としては、空前絶後の金額であると言える。大谷翔平選手に、ような素晴らしい選手と、私たちは、同世代に生まれ、世界における彼の活躍を自分たちの目で見ることが、できるのは、何とも幸せなことであるとコメントしている。金額は、米国。日本両国での直接効果を試算。米国では、観客増加による消費額などを算出している。日本国内については応援ツアーやグッズ。大谷翔平選手の CM 出演料。テレビ、雑誌などの出演料の増加額などを計算している。MVP の発表は、日本時間19日朝の予定。MLB、大谷翔平が本塁打を量産できる秘密とは、金本白鳥スラッガーが完全分析古田さん、普通は打球が飛ばない打ち方ではなぜ。元ヤクルト監督、古田敦也さんの公式 YouTube チャンネル、古田の方程式だからこそ実現した豪華すぎる共演だ。金本智明さん、元阪神。山崎武史さん、元楽天。広沢克己さん、元阪神。和田和弘さん、元中日。合計1504本塁打のスラッガーが実演を交え。本塁打の打ち方を伝える動画に視聴者からは、深海。豪華すぎるとのコメントが溢れた。さらにこの動画は、エンゼルス、大谷翔平投手が本塁打を量産できる秘密を、深掘りし、究極の打法と分析している。今シーズン、先発投手でありながら46本塁打を記録した大谷翔平。その飛距離からパワーが注目されてきたが、金本さんが絶賛したのは柔らかさだった。バットを手にして下半身がグッと入って、遅れてバットが最後にポンと走ると、大谷翔平の打ち方を実演し、パワーというより技術。体の使い方で飛ばしていると思うと分析した。ノーステップで本塁打を重ねる大谷翔平の打撃を究極の打法と評したのは、山崎さんだ。上半身だけを使ってバットをボールに合わせに行けば体がブレにくいため、バットの芯で捉える確率は高くなる。しかし、大半の選手は上半身でボールを遠くに飛ばす力がないため、下半身を連動させてスイングしているという。現役時代にパワーが持ち味だった山崎さんも大谷翔平の上半身のパワーは超人的と脱帽。古田さんもあの打ち方は普通。打球が飛ばないと驚きを隠せず、和田さんは二人の話に大きくうなずいていた。広沢さんは大谷翔平選手のようにノーステップで打てるなら全員やった方がいいと語った。ただ、ヘッドスピードが上がらない欠点があるため、150キロの直球に対応できないと指摘。大谷翔平の打ち方は誰でもできるものではないと強調した。プロ野球界で歴代屈指のホームラン打者たちであっても、異次元とも言える大谷翔平の打撃に感嘆していた。少年野球の選手たちにとって、今一番の憧れは大谷翔平。その秘密を知れば、もっともっと打撃が楽しくなりそうだ。